寝る子は育つってことわざありますけど、あれってどう思いますか？あれはですね、夜遊びしたい大人の方が作った言葉って言われたりしてます。子供がずっと起きてると親の自由時間がないので、実際にエビデンスがあるかというと全くないんですよね。逆のエビデンスあったりします。睡眠時間が短い方が身長が高いんじゃないか、こういったものを匂わせるエビデンスっていうのは世の中にあったりします。縄文時代の平均睡眠時間 8.5 時間、古墳時代は8時間、江戸時代は11時間、現代は7時間睡眠ぐらいと言われたりしています。睡眠時間が長かった順に並べてみますと、江戸時代一番長かったんですけども、平均身長155センチ、現代は170センチ。どうでしょう、これ睡眠時間が短い方がある意味同じ因子の中でも長い、他の要素たくさんあるんじゃないか、そういうのもあると思います。ですけども睡眠時間が長い方が身長が高くなってるといったエビデンスはないということがお伝えしたいということですね。睡眠時間を気にするよりかは、身長に良さそうな食べ物であったりとか運動していただいた方が効果が出るかなと思います。頭の片隅にこういう意見もあるというのを入れておいていただけたら嬉しいなと思います。